15名の女生徒たちが肌寒い小雨降る中全力で戦ったあの日、彼女たちは CM 撮影と言われ朝早くからとある大学に集められていた。おはようございます。おはようございます。テニスの上野幸男と申します。それは2020年東京オリンピック盛り上げ隊に任命された AKB48 がクイズに答え7年後の祭典をブームアップしていくという嘘の CM。 まずは2016年の開催地ブラジルの代表者デニス上野からバトンを受け取るシーンの撮影。問題が出て、はい、上野くんが上野くんバトンを渡します、はい、この度決定した東京オリンピックの開催都市は5つの選択肢の中から正解と思う壁に突っ込んでぶち破ると競技場のセットが広がっている。頑張って。はい。そして向こう側からもカメラで撮っていると言われ思いっきり2020の壁へ。広がっていたのは今年の春に見た教室だった。おはよう。まんまとはめられ声が出ない大島。ねえ、あそれ何持ってんの。それ会議しようか。バトンですよ。バトン。なんかなんだっけ、なんかブラジル人みたいな日本人が、うん、ブラジル人みたいな日本人が増えたの。ブラジル人みたいな日本人がそういう人からこれ渡された、はい、頑張ってって言われた。頑張ってって言われた。続いてブラジル人みたいな日本人にバトンを渡されるのはこの2人。2020年東京五輪が開催されるのは何月。えっ、でもオリンピックって、あ、やばいやばいやばい、山間で7月に突っ込んでみると、せーの、おはよう。おはよう。何ですか、当たったって。赤ちゃんが何持ってんのそれ。あ、バトンです。バトン、どうしたのバトン。オリンピックでブラジルの、ブラジル人から、ブラジル人から、ブラジル人から渡された。渡されました。おいしそう。任せた。ブラジル人から渡されたよ。お次はこの一期生コンビ。はい、頑張って頑張ります。2020年の開催都市を日本と最後まで争ったのはもちろん、なんじゃおい。髪の毛伸びてるやん。だいぶ伸びたね。今んとこ一番滝川クリステルっぽいぞ。そしてもう一人の仕掛け人が、あ、吉田と申します。お願いします。頑張ってください。はい、結構楽しんで頑張ってください。そう、実はこの嘘設定を完璧に信じ込ませるため現場にはバルセロナ五輪金メダリスト吉田秀彦の姿が。もちろん大島も峯岸も全員すれ違った。わかんない、はい、頑張って。はい、わかんないわかんない。とは言っても問題は全て簡単なもので少し考えればわかるレベル。なのでみんな教室に飛び込んでくる。大阪から来た2人組も、こんなバレそうな設定も本物の金メダリストがそこにいるからこそで、次々と緑の壁に走っていく。名古屋 SKE のツートップも元気よく投稿。残すはあと1人。よろしくお願いします。吉田です。かわいいです。よろしくお願いします。頑張ってください。しかしこの何やら歩きづらそうなセンターバカが事件を起こす。かわいいです。めでたく2020年
東京で開催されることになったオリンピック、その発祥の地は？もちろん正解は緑のアテネだが、まさかの不正解にざわめく教室。正解とかあるんですか？違うとかあるんですか？気を取り直してもう一回、オリンピック発祥の地は。頑丈なセットゆえ体当たりするとかなり痛いのだ。どれどれどれ、これ全部開かないとかじゃないんですか？そしてようやく、バカ、どん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 うるさい。こっちがええやわ。みんな一発で入ってきてんのにドーンドーンって。お前なんで私なの？テローファンがでかくて走れなくて、靴脱げてもたやん。もう靴捨てちゃった。お前それ大丈夫か？お前確か足臭かったやな。足臭いわに裸足で入ってきようだぞ教室に。お前足洗ってから入れや。バケツある？さあ皆さん注目してください。全員が揃ったところで、この騙しに協力してくれた2人の仕掛け人を紹介。おはようございます。おはようございます。が、なぜか生徒たちの中にはキョトンとした顔のものが多い。さあまずはブラって書いてあるんですけども。ザキさん、はい、誰やと思いますか？ブラジルの方。まあまあそうやな。スライスね、ちょっとやっぱ知られてない。ほらスラスラ日本語喋ってます。これの知らないっていう人？知らない。知らない。ブラ知らない。もう今覚えて帰ってください、はい、今やもう飛ぶ鳥をさばく勢いのデニスのユキオちゃんですよ。はぁ、クソガキども。ゆきおちゃん言い過ぎ。いや怖いのはもうお隣ですよ。これはもう、いやもうそりゃ有名な。皆さん、皆さん知ってる。もう知らないとなるとわざわざ来ていただいた甲斐がなくなるのだが。鍋さん完全にみんなうつむいてる。鍋さんなんかすぐ目を追ったけどスッとさらしたもんね今。スッとさらしたもん。はいはいはい。超有名柔道の山内選手。山内選手。絞り出した。山内選手。失礼や。すいません。山内選手おられるんですか？いないですよね。いないですよ。入室前にすれ違ってみんなと挨拶をしている。小島、はい、な、柔道テレビとか結構バラエティとか。お、はい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 、はい、柔道の秋山さん。秋山選手。違う、トルスホの旦那。違う、トルスホの旦那。シホの旦那。ホトポギじゃんけんの方では改めて紹介。バルセロナオリンピックで金メダルを取った吉田秀彦さんでしょ。さっき吉田って言ったよ俺。自己紹介までしてもらったのに覚えていなかった AKB。 格闘家としてもすごいね。ホイスグレーシーに勝った人や。おいで、でホイスグレーシー知らない。どんだけすごい人かちょっと見てもらいましょうか。ちょ、じゃあゆきおちゃん。え、俺っすか？いやいや、ブラジルでしょ。ブラジルちゃんもだって、ブラジルちゃんもだってあれやろ、グレイシー一族やろ。いや、ユキオグレイシーじゃない。グレイシーじゃない。ユキオグレイシーだ。吉田シェフトバースユキオグレイシーの戦いが始まります。めちゃイケはご覧のスポンサーの提供でお送りします。いいよいいよ、ユキオちゃん行け。さあ、吉田は技を仕掛けるぞ。ユキオグレイシー、行け。さあ、ユキオグレイシー、行け。そしてやった。
大丈夫、今季絶望かと今季絶望、早くも今季絶望だった。岡村先生は本日の体育祭を開催する意義を熱く語り始めていた。さあ AKB さんさ、 AKB さんよ、あんたもなんかこっからまたガーンって行くんだよ。汗かいてガーンって行くために体育祭やるんだよ。はい、これやっちゃえ。だ今一生懸命汗かいていきましょう。はい、ねえ佐野先生。あ、すいません聞いてませんでした。バカ野郎バカ野郎。この仕掛けは生徒たち全員の机にも。こういうのちゃんと作ってあるんだから、うまくこういうの使ってください。わかりましたか大島さん。あ、聞いてなかった。ザキさん、あんたやらなかったね。何ぼーっとしてんだよ。だいたいこう分かってきたでしょ、こういうの使い方。はい、特にね、大阪の山さんなんかそうでしょ。はい、楽しかったです。初めてやりました。いや違うやんか。聞いてなかったみたいな、ほら。えってね、あ、聞いてませんでした、ドーンやんか。ね、そうですよね、そうですよね、山さん。え、聞いてませんでした、ドーンってみんなでやるとこやんか。普通のええ子やん。普通に、なんか嬉しかったですみたいな。純粋か。こうして運動音痴を決める戦いが幕を開けた。ただいまより、平成25年度めちゃの水女子第48校体育祭を開催いたします。よーい。第一競技、徒競走では絶対的エース大島が激走。年齢や忙しさは言い訳にしない、そのハートに全員が感心。これに見せられたかのように、その後も本気の挑戦が続く。そう、結果よりも気持ちで負けない生徒を育てるのがめちゃ女の興奮なのだ。いけるではその顕著な例を見ていこう。まずは読めなくても一生懸命考えて絞り出せば何かが生まれる。こちらにカンペがありますので、はい、この書いてある通りに読んでいただければ結構です。なるほど、先生してね、はい、せーの、宣言。宣言ちょっと待て。ここまではスペシャルでお伝えしたが、これには続きが。海外にはこんな言葉があります。ロメ was not bit in a day、 すなわち今日はいい日だという。そしてこんな言葉もあります。 shake with the iron is hot、 いわゆる踊ったらあったかいという。踊ればあったかいって名言ですね。踊ればあったかい。そりゃそうだ。多少わがままを言っても絶対に諦めたくない強い気持ちがあればよし。割れた。割れた。何何何。押し倒した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 。押し。いやこれ一回勝負って言うてたら失敗した人がもう一回やってもええっていうのでやってもいいけど、あかんよな。あかん。あかん。もう一回あかん。あかんもんあかん。あかんもんあかんって言ってた。でもちょっと待って、こんなテンションの高いパルル見たことあるみたいな。そうですね。もう一回だけ。絶対できるもんな、パルル。絶対できる。ほなごめん。パルルに優しい。お父さんね。次成功させて。ほら、すぐ行った。すぐ行った。ほら、すぐ行った。マイヤリ、本当にやりました。自信あんねん。いけるか。いくよ。頑張れ。よい。いけ。さあ、おダメだ。2度目も失敗。これはしょうがないな。やめて。信じらんない。信じられへん。こっちのセリフ。すいません。すいません。あれ意外と勝手に戻っていったね。みんなにも謝らない。何上着取りに行ってんの一番に。みんなに謝ってからや。ごめんなさいって。時間取らせてすいません。ほんまよ。ただし、どんなにやる気満々でも場合によっては慎重にならなくてはいけない時もある。これ、うん、ちょっとどうなんかどう飛んでよいのか、うん、
難しいですよね。いろんな飛び方あるからな。ハサミ飛びやなんや。二人やって二人とも違ったんでタイプ。飛び方がね。どうしましょう。昔やった記憶はある？いや記憶ないんですよ。これやったことない。授業でやってた。昔これやって怪我しました。怪我した。怪我したの。あかんや。前で怪我なんかしたあかんや。そうやね。あかんか。ちょっと一言もらっといた方がいいんじゃん。自己責任。ちょっと怪我したら一筆書いてる。今渡辺麻友に万が一があると大変なのだ。はい、一応、はい、うん、全て、自己責任です。はい、喋んない、ええな。書くより映像の方がええと思う。完璧に残るもん。相撲のお手本を見せに今特にバタついているあの母親が校庭に。回しをしております。サリナさん、はい、サリナさん、どうする、リナさんはご存知だと思うんですけど、サリナ来てくれたぞ。サリナさんが来てくれました。サリナさんが来てくれました。御殿場までよっしゃ、取ったってええねんて。サリナの勝ちでいいじゃん。そうやな、勝ちだな。来てくれたよ。なあ、あれだいぶ前に決めてたやつやからな。別に取らんでもええよな、別にこんなんなると思ってなかったから。そうやね、その前にやから9やから。やめてください、そういうみんななんかあのやります、やります。受けたからにはやるしかない。めちゃイケ始めて18年目、鈴木紗理奈の本気相撲。全部相撲で片付けます。そう。全部相撲で片付けへんけど。そうや、白鳥は本物の名前で武器さんでいきますよ。そしたらリオコーン。やってるやってる。ほっ。はっけよい。やばい、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 鈴木紗理奈の勝利。気持ちのこもった最後は投げでありました。紗理奈もちょっと気合いでな、いろんなもんむしゃくしゃったもん全部ぶつけたっていうね。はい、うん、すっきりしました。すっきりしたな。はい、うん、でもこれからやで、うん、これから本当の戦いや。これからが本番の戦いやからな。大丈夫です、うん、俺は何にもできへんけど。紗理奈のお手本を見た生徒たちはこの後迫力満点の相撲を披露。ただ少し頑張りすぎたので保健室で体のケアをしてもらうことに。失礼します。失礼します。どうぞ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 、皆さんどうぞ入ってください。そこにいたのは、はい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 、見張りましたよ、こちらに。あら、あれ、あ、どうも。さあ皆さん、びっくりしてます。あらあら、保健の藤本先生です。どうも。はい、おはよう。元モーニング娘の藤本先生は10年前の体育祭を経験したいわば大先輩。さあ藤本、長い助走をつけました。どうか、飛んだ。抜群運動神経で1位に輝いたあの日から10年。本日めちゃ女の先生としてわざわざ来てくれたわけだが、実は呼ばれた理由に少し不満があるらしく、まあ、尻尾を張ってくれって。そうなんです、あの今日ちょっと筋肉痛やらそういうのがあるかなと思って。まあ湿布ってなんだよって思ったんですけど、湿布を貼る仕事ってなんだよってまず思ったんですけど、でもまあお過剰だし、その岡田先生ね、10年ぶりぐらいですから久しぶりに会えるので。 AKB とかはやっぱご存知？もうもちろん知ってますよ、それは。あ、そう、はい。パーコさん、はい、パーコさん、パーコさん、あの、パーコさんって言うねんけども、なんで？パーコさんの、パーコさん、あのじゃんけん
のやつで、うん、そう知ってますよ、優勝、優勝したの全部パーで、全部パーで、なんかパーコさんでやるのにしたの、ぴったり、パーコさんご存知なんですか、知ってますか、ずっとあのパーで勝つ感じもなんか運が強い感じもなんか私にすごいそっくりだなと思って、だって私もソロで最初デビューしたんですよ、あソロ、なんだかご機嫌になってた藤本先生、そうなんです、うもうソロで1年間もがっつり活躍させていただきまして、ね、いきなりグイッと活躍したのにもなかなかないからね、関わらず、うん、次の年はモーニング娘。に入ってくれと、うん、入ってくれって言われたらもう断らないですよね、なぜだもうじゃあもう入っちゃおうかなって言って入ったんです、入っちゃったんだ、その中逸材的な感じ雰囲気がもうなんか私にそっくりだなと思って、あの今ちょっと注目して、あ注目してね、そうです、やったそっくりやなっていう、嬉しい、だからパルコさんなんかだからもうお手本にしてんのんちゃう、そうですね、そうやろな、はい、そうやと思う、 お手本にしてんの好きやねん、あのじゃあ私の代表曲とかは分かったりします、それはもう当たり前、当たり前やですよね、だってミキティは似てんねや、だってお手本、そうや、みんなもうモーニング娘。のファンで、この藤本先生のロマンティック浮かれモードは2002年に紅白歌合戦のトップバッターを務めたほどの名曲で、ファンであれば誰もが知っている代表曲だが、どうした、あ、どうしたの、タイトな衣装、後ろパンゴさん、そう選んでました、一番の代表曲どれかな、一番代表曲、はい、代表曲、はい、わかりました、はい、桃色の片思いちゃうわやばい、憧れの人に会えた緊張もあってか、ど忘れしているようなのでヒントを、最初の文字はロー、お願いします、ローマ、うん、ロマン飛行、ロマン飛行、飛ばない、飛ばない、リクティロマンじゃ飛ばない、飛ばない、これ以上の失礼はもうやばい、ここはオウムスオタクでもある指原に答えてもらおう、もともと大好き、ロッキーのファン、しかも亀井ちゃんのファンだった、亀井ちゃんって指原の余計な一言に藤本先生がついに、アホか、お前はアホけ、ミキティやろ、お前ミキティや、ミキティ、ミキティ、勝利ミキティの愛の叫びがさらにこだまする、あまりの失礼に怒った藤本先生は勝利旦那迷うだね、ほんとはみんな知ってる大好きなミキティの代表曲でも、もう一回シュージーが聴きたい、出たな、もう聴いたままですね、聴いたまま、そうそう、ロマンティック止めて、ロマンティック止めて、仲間たちも背中を押す、あちょっと、そっち行ったら、そっち行ったら、ミキティ、ちょっと、あかんで、勝利期待を裏切らない藤本先生の怒りの叫びはこれぐらいにして、大ファンだという小島から正解を、ほんまのこと言うてんの、はい、なんやろ、ロマンティック浮かれモード、嬉しい時は、嬉しい時は、かわいくなった。ちょっと違う。ちょっとちゃうね。ちょっとちゃうね。ちょっとジョージーって。嬉しかった。違うや。こじあれはほんまにファンやねんな。わあ。ほんまに大ファンやねんって。みんなの10年後は幸せかな。正直聞けてよかったわ。そして体育祭を欠席したあいつを捕まえろ。When AKB executive manager was getting arrested in Odaiba, the widely popular Jolly trains from Metro Ginton were gathering together.
Tonight, it looks like that mini mascot or Yuru Kara is coming to play. さあ、今日もめちゃ銀と張り切っていくぜ。そんな感じでした。あれ、どうした？キャラが変わった。いやいや、楽しいよね、めちゃ銀と。あれ、キャラが良くなってるね、ずいぶん。良くなってるから、ね、ノリが違う。そもそも否定から入ってなかったもん。ノリノリだ。というのがやっぱ来年生まれるからさ。見せたい見せたいね、一緒にやりたいよね、テレビの前で。あ変わった変わったね、変わった。なんだ、千葉県船橋市の非公認キャラとして昨年から活動を始め、今やさまざまなイベントに引っ張りだこ。ついには CD デビューも果たしたゆるキャラ界のスターが今夜めちゃ銀豚に参戦。すごいな。でもまだ非公認なんでしょ、オタク。そうだし、よくご存知なし。知ってる。ニュースで和解してるみたいけど、まだ非公認は非公認だよね。そうだし、あの感謝状を渡すけど、うん、非公認って言われたなし。認められてないんだよな。和解はしてるけど。ふなっしー、臭いよね。そんな、いや、そんなことない。そんなことないはずなし。よう見たら汚いしな。テレビで見たら綺麗に見えるけど、丸洗いしたいね。鼻がムズムズすんねんけどな。そんなことない。汚いバージョン今日。誰なん、匂いする。なしなし。なしや。2000年に一度なしの妖精なし。何歳なオタク。あ、1875歳なし。いや、それはええねん、そんな。中のやつに聞いとんねん。中のやつに聞いとんねん。中の声高いな。中のやつや。中のやつください。何やろ。ゆるキャラやねんから、中のやつにどんどん聞いていくからな。お前どうせ公認されてへんねやろ。めっちゃ高いやねん。公認だったらいくらでいいやねん。公認されてた。抜いたろか、抜いたろか。さあ、ふなっしー、うん、始まるよ。嬉しいだしー、めちゃめちゃだしなー。震えてるね。カメリハの時意外と黙ってるねんね。そんなこと結構おしゃべりしてたなしそんなことないなし。それじゃあみんな行くぜ。俺たち電車はガタンゴトン、めちゃ銀豚でガタンゴトン、レッツライド、レッツライド。グツ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 、めーちゃ銀豚、猫にゃー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 、めーちゃ銀豚、ストーブポカ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 、めーちゃ銀豚、炭酸シュワ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 、めーちゃ銀豚、焼き芋ホクホク、めーちゃ銀豚、肉まんホカ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 、めーちゃ銀豚、ウサギぴょん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 、めーちゃ銀豚、肩たたきトン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 、めーちゃ銀豚、スカートキラ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 、めーちゃ銀豚、焼肉ジュー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 、めーちゃ銀豚、しゃぶ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 、めーちゃ銀豚、しゃぶ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 、めーちゃ銀豚、星キラ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 、めーちゃ銀豚、納豆ネバ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 、めーちゃ銀豚、とろろネバ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 、めーちゃ銀豚、オクラネバ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 、めーちゃ銀豚、ダンディ坂野ゲッツゲッツ、めーちゃ銀豚、ダンディ坂野ゲッツゲッツ、めーちゃ銀豚、仙台みつお、なは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 、めーちゃ銀豚、仙台みつお、なは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 、めーちゃ銀豚、仙台みつお、なは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 、めーちゃ銀豚、アントニオ猪木、お元気すかお元気すか、喋った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 、
の擬音って何なし？だーだーだー何この人たち？だーでしょ？だー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 だめっちゃ細かったね、ふなっしー。痩せたな、一瞬。だいぶしゃぶられたやん。ふなっしーだらけやったで、電車も。いや、もうなんかね、うん、ジューサーに投げ込まれた果物の気持ちが分かったなっしー。ふなっしー、それ絶対言おうと思ってたやつやろ。用意してたやつや。用意してたコメント。用意してたやつや。ふなっしーが全然用意した。とっさに切り返したなっしー。ふなっしーってなんで人気あんの？正直自分でもびっくりしてんねやろ。びっくりしてるやろ。こんなことになるとは。まさかね、めちゃイケで終われるようになって思ってなかったなしな。何今中で何したの？今なんかずり上げたの。ずり上げたの。お前な。中の塊。違う。ちょっと果肉が寄っちゃったから直しただけなし。果肉？果肉なし。中の塊だね今。なんか上がった。なんか上げてる。なんか上げてんね。上げてる。上げた上げた。うるさいなし。それが見たい。ふなっしー頑張ってよ。頑張るなっしー。心配やわ。でももしかしたらふなっしーと僕が同じレベルかもしれないっすわ。どうしたどうした。そうやな。僕ずっと猫で来てたんで、あ、しゃぶしゃぶでほんま頭大パニック。そう。やばいわ、レベル低いわ。お前だけずっと箱入りやもんな。そうそう。箱入りになってずっと見ようなの中で同じやつか猫だけやったんだよ。そこじゃなくてよかったわ。気をつけないか。でもちょっと確認していいですか。はい、あれゲッツは言葉ですけど大丈夫ですよね。いいと思いますよ。ゲッツも元気ですかと変わんなきゃいいよ。ゲットする全然引っかかれなかった。全然大丈夫。ゲッツはもう音みたいな言葉。俺は音として捉えたけどね。あ、じゃあちょっと統一してほしいなし。はい。ギャグはあり。ギャグはギャグはね、それ公認してんねん。あ、それは公認ですけど、めちゃイケ公認ルールなしね。そうそうそう、 OK なし。公認って言葉に弱いなし。じゃあ、エロなし。おっしゃ。 OK なし。あ、いくなし。来るぞ。レッツライド。レッツライド。いくなし。来るぞ。レッツライド。レッツライド。パク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 。待って、待って、どっち？お前マジでレベル低いやつ。本気低いやつだこれ。これもうここの特急はこう絶対にこう流していかなっていう使命感みたいなプレッシャーね。はい、押し潰されました。あんたに弱えな。やばいな、怖いな。本気久しぶりや。久々痛い痛い痛い。危ない危ない危ない。いやー、言うてる。フックグー掴んでるやん。危ない。あお前やっぱフラッシーなんで、みんなな、なんか言われるかなって、内容のあること言われるかなと思ってずっと聞いてたんですけど、フラッシーフラッシー。何でも言われない。そうしか言ってない。フラッシーフラッシーって言いながらこう、ワンパクパクはひどいね。ワンパクパクはないな。初心戻ります。一から一から出直します。集中していこうぜ。集中します。はい、OK。 ちょっと梨汁補給していい？梨どういうこと？ちょっとふなっしーね、結構活動限界時間っていうのがあるなし。何それ、活動限界時間って。ある一定の
あの時間を超えると、うん、ちょっと梨汁を補給しないと、うん、梨汁どうやって梨汁補給お願いするなし。え何それ。あ、なんか入った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 。おいノブが今出てきた締められた。えおいうわすごい今うって言ったな。飲んだ飲んだ後や生き返ったらしい。うわ気持ち悪い。全部飲んだ気持ち悪い。全部飲んだ500飲んだ全部おい全部飲んだの500全部飲んだ痛くなってる。皆さん、あごめんごめん、スイッチ入った。この借りはきっちり返させていただきますよ。おい劇団キャラ、こういうキャラで、はい、レッツライド。レッツライド。めーちゃギントン、うなぎニョロ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 、めーちゃギントン、せんべい、バリ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 、めーちゃギントン、ビールビン、ビュンビュンパリンビュンビュンパリン、めーちゃギントン、ビールビン、ビュンビュンパリンポタポタ、ビュンビュンパリンポタポタ、めーちゃギントン、ビールビン、ガンボンポカガンボンパカ、めーちゃギントン、ビールビン、キュッ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 、めーちゃギントン、ちょっと待ってちょっと待って、めっちゃ痛かってん。めっちゃ痛かった。いやみんなニュースで知ったよ。そうよ、びっくりしたらしいよ。びっくりした。なぜびっくりしたって。いやヤフーニュースのトップの方に載せた。載ってた。どうしたのどうしたのどうしたの。クラブ行ってなんか DJ ブース入って、うん、誰かビルビル投げられて、うん、切ってポタポタポタ。あれ面白いですか。あのシクシクやるやつ、シクシクはやれへんのか、キュッキュやるやつね、はい、キュッキュは、俺はキュッキュはやれへんのか、こう繋げていく パターンのやつね。あれ楽しいんですかやってて。なんじゃーほらーやろ、単純に楽しいかって聞いて、楽しい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 楽しくやらせてもらってます。 DJ 岡村やねんて。DJ 岡村隆史なんて、岡村隆史は DJ 岡村や。漢字でちゃう、横文字や。そういう名前つけて楽しいの。別に俺がつけてるわけじゃないけど、そうそう、一応俺の趣味やから、あんまりもう言わんといて、お前がゲームやってるのと同じような、何見とんねんお前。いやゲームやっててビール瓶投げられへんからな。あかんで、そんなとこ行って不祥事起こしたら嫌やで。もうメンバー減ってまたオーディションとかで嫌やで。嫌やで。もう行かない、まあ、もう行かない。じゃあやんないんだ DJ は。もうやらない。ほんま？もうやらない。 DJ 岡村来てくださいって、うん、断る。可愛い子いっぱいおるんですよ。ちょっとだけ顔出してくれ。ビート、赤ボコボコされてるわ。ビリビリでゴリゴリされてるんじゃない。やばいわ、やばいやばい。ビートさん、ビートさん、え、やばい、え、え、なにこれ、なになにこれ、いやこれ、なにこれ、なにこれ、なんか変なやつ、なにこれ、ちっちゃくなこれ、なになにこれ、ちっちゃいのでか。あれフナッシュ、フナッシュ、ちっちゃい塊おるよ。あれフナッシュおる。あれフナッシュおる。あれ誰、何やあれ、何これ、うわどうなってんの。また新しいの出てきた。とりあえず起きろ。とりあえず何これ、起きろ起きろ、立て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 、お前誰だ、お前何や、立った、あっ何だ、ブッサイク、フナッシーと高橋、高橋、お前高橋か。
いや違うよ。いやお前タカシーだ。タカシーや。タカシーや。いや違うって。仲間が増えたらしい。たかし喜んで、うれしいたかしって、うれしいたかし。何なんですかこれ。いろんな動きできんのか、うんうん、ランニングマンとか得意なしよ、話ランニングマン、ランニングマン、ランニングマンやって、フラッシュ1回すごい、はい、高橋、高橋、うわボックスできるかな。やめてくんねえかな。かわいい高い声が出ないんだよね俺。かわいいの。高橋なし。ガシャガシャ怖いなぁ高橋だし高橋だし間違えられた怖いな俺高橋だしフラッシーですかって間違えられて高橋だしお前フラッシーだろ違う高橋だしあざつかよかったよおいら高橋だし、うん、いやランニングマンランニングマンランニングマンこれなんかこれは一体何ですか近くなんじゃない水飲むちょっとあ水飲みたいっしょ高汁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 でもないねや高汁って高汁高汁高汁補充成立してるよ高橋を高橋今、うん、めちゃじゃ体育祭は最後に松井玲奈がクソセンターに決定しまこうとしたが実はもう一人グループ内に運動音痴がいることが発覚というわけで体育祭から1週間後おはようおはようございますそう監督だよねそう監督だよねちょっと来てよちょっと来てよ総監督総監督ね違う体育祭を欠席した AKB 総監督の高橋みなみはメンバー曰く超運動音痴このまま逃すわけにはいかないのだあのなんか、うん、今日あのテントウムチュの若い子たちの番組の番宣テントウムチュテントウムシ噛んでる噛んでるよ噛んでるよ噛んでるよテントウムシその時ああでしょまさかのあっちゃん登場に騒然岡女の赤 DVD を一足先に購入した西さんへの出題です岡女修学旅行で鈴木紗理奈はあるものを投げられて切れました一体何を投げられたんでしょうか僕は瓶ビール投げられても切れなかったですけど額は切れましたけど額は切れましたがはいそれでは西さんの答え見てみましょうこちら
小石小石やったらさほど怒れへんのちゃいます。投げない。ちょっとびっくりしたな、びっくりしたな、びっくりしたな。コーヒーじゃなかったでしょ、枕投げ。はい、思い出しました。思い出しましたよね、はい、あれ吉沢。そうです、そうです、そうです。はい、はい、なんすか見てるでしょみたいな顔。ちゃんと一発でパンと。 AKB 総監督を抜き打ちで捕まえていたその時。あれでしょ、武勇伝の人じゃん。武勇伝の人でしょ。はい、武勇伝の人ね。あいちゃんかっこいい。ちょっと武勇伝1個ちょうだい。1個でいいか。めちゃイケはご覧のスポンサーの提供でお送りしました。なんでタイミングで組んだよ。ナイスタイミング。1個だけごめんなさい。すげえな。3、2、1、5。武勇伝、武勇伝、武勇伝、でん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 。うん、カーナビの指示を全部無視。すごい、お台場行くのに埼玉経由。そうか、相方はなんか1人でやったことない。あんたかっこいい。そうか、違う違う、誰もかっこいいって言ってない。かっこいい。そうかそうか、そうね、こっちが言わない。言わなかったね。ごめん、多分恥かくやん。そうか、そうか、はい、え、全然一緒じゃない。関係ないし。高橋のこのレースの対応次第ではまさかのクソセンター交代あるかも。さあ皆さん準備いいですか。うまいこといいコースあったね。ここでちょうどいいね。位置についてよーい。さあスタート。タップ総監督高橋みたい。岡田こっちが後ろ。さあ早い早い。岡田こっち早い。岡田こっち早い。岡田こっち早い。カレーは王子だ。王子だ。岡田自身の。そしてオタドタドタドと総監督が入ってきました。若い3人がいいダッシュを見せる中、総監督は腕をブラブラさせながらダントツのビリでゴール。気になるタイムは。完全にクソセブンに入ってるね。そう、当日行えばクソセブン入り確実の12秒台だった。どうですか、テントウムシの皆さん。この方が総監督、 AKB の総監督。総監督、足の遅い総監督ってどういうことですか。めっちゃ遅かったよ。総さんなんてめっちゃ早かったもんな。シゲルも食べてめっちゃ早かった。結果、松井玲奈、指原に次ぐ鈍足ぶりを見せた総監督。さらにその走る姿を見て岡村先生は彼女をクソセブンのセンター12位と暫定でジャッジ。ということで、お疲れした。お疲れした。今日の仕事これだけなんですよ。よかったよ。よかったよ。そのまま寝れるやん。そのまま横になれる。一回寝て、一回寝て、すぐ横になるよ。いいやん、いいやん。やりますね。家でくずろ。お疲れ、お疲れ、お疲れした。お疲れ様でした。足柄は明日も限定 AKB グッズを販売中。さあ、大島の体操着もあるよね。ウェブエットゲームガリタクエストで盛り上がろう。明日は大阪でめちゃめちゃ盛り上がっちゃうぞ。ありがとうございます。この後ちょっと赤スリに行こうと思った。いいですね。